ヒレカツサンドです。厚切りの鶏の胸肉をカラッと揚げてパンに挟んでカット。ニコラさんの声かも。パンじゃないんだこれ、鶏だ。熱いな。まずキウイにつけて柔らかくしてから揚げております。お待たせしました。ご注文の鮎の塩焼きとホッケです。バカ言え、油の乗ったホッケと鶏ガイズ生の組み合わせこそが、あん、うん、うまいな、うん、この独特の香り。チーズコロッケと厚切りベーコン、それと生2丁です。なっ、お待たせしました。おかわりの生と冷酒です。すごい、これは野菜の煮物か。こいつもいけるな。実に美しいだろう。押しつぶされた様子が少しもない。ナイフの切れ味が鋭い証拠だ。この刺身を見ればわかるというもの。うちの兄弟も同じですから。ああ、こいつ大きなチーズ食べた。吐き出せコーラ。コーラ。はい、豚汁もう一丁。それで七味っていうわけだ。なんだこれは。さっきまでのじんわり感とはまるで別物。スープに染み込んだ甘みと辛み。なんだこの刺激的な香りは。ノブ特製まかないオムそばだよ。相性も抜群。ソーセージはね、この断面を少し焼き付けるようにして炒めたら簡単にほぐれます。なるほど。で、他の具を絡めながら炒めていきましょう。もうこれで焼きそばは完成です。一度これで取り出しちゃいましょう。大きくかき混ぜます。で、中心に少しね、卵が熱く残るような。で、一度ここで火止めちゃってください。で、手前のこの卵をね、このまま向こう側に乗せちゃいます。このまま焼きそばごと奥にギュッとやってあげる。それだけでいいの？卵が表面が生じゃないとうまく麺とくっついてくれません。なんだよ、イカですか。あんなに意味嫌っていたイカの足がこんなにうまいなんて。大将の生姜には臭みなんて全然感じないんですよ。からはイカの切り身と内臓を塩で漬け込んでるんです。お酒だけじゃなくてご飯にも最高ですよ。火が通るとまた食感が変わるんだな。サクサクでもっちもちのイカリングもいい。イカのすり身を揚げたイカ団子とイカリングフライです。揚げ物好きのベルトホルトさんなら気に入ること間違いなし。イカ団子、香ばしく揚がった身が口の中でふわふわとほぐれて心まで軽くなるようだ。そしてイカのお気づけ、身の内側から溢れ出る芳醇な旨味と小気味よく跳ねるような食感がいい。いいかな。はい。甘くてふわふわ、イカ団子も最高です。まずはイカそうめんだ。イカそうめん、めんつゆで召し上がってくださいね。よくも今まで苦しめてくれたじゃないか。甘くてねっとりとしていっ